どうもこんにちは、めぐです。本日の動画はスリコ購入品です。今回スリコで購入したものはほとんどが新商品です。これがスリコにあったのかって思うようなねものがあったので、皆さんに共有したいと思います。それでは早速スタート。それではまずインテリア用品から紹介したいと思います。1点目がこちら、自然と暮らす、セメント803号というものになります。セメントでできたねちっちゃい鉢になります。これは、ね、下にこういう受け皿もついていて、受け皿の下にはこういった滑り止めもついています。でね、水抜きの穴もあります。めっちゃ可愛くないですかこれ。もうこういったねインテリア用品増やさないとこうと思ったのにね、買っちゃいました。めっちゃ可愛い。これね新商品で多分すぐ売り切れそうな気がします。それに合わせて購入したのがこちら、自然と暮らすウッド組み立て鉢スタンドというものになります。これカラーは確かもう一色あったと思います。こちらサイズが 14×14×24cm のものになります。ここでウッドが2つ入っていて、ここをね重ねるだけです。はまりましたね。こんな感じで鉢をね置くスタンドになっています。めっちゃ可愛くないですか。すごいね軽いです。さっき紹介した鉢をね乗せようかなと思って購入しました。こんな感じ。この鉢がね3号用なので、もうちょこっとね大きいのまで乗せれそうですね。かわいい。ちょっとサイズ合ってないけど、あのスリコのホームページはねこうやって乗っていたので、このセット変じゃないのかなと思って合わせて購入しました。次はキッチンアイテムを紹介します。こちら選んで楽しいシリコンカップ12個セットというものになります。サイズが4種類あって、四角型、大と小、それから丸型の大と小があります。シリコンゴムでできたカップですね。こちらは電子レンジ、冷凍庫、食器、洗浄機対応になっています。お弁当や作り置きに使うカップです。次がこちら、選んで楽しい曲げわっぱお弁当箱で、こちらは1000円商品になります。こういうお弁当箱欲しいなと思って楽天で見てたんですけれども、2000円とかもっと高かったかな、そんぐらいするから1000円でね買えるのにびっくりしました。すごいねいい匂いがします。木のいい匂いが。中はこんな感じになっていて、仕切りもねちゃんとついています。これは取れなさそうですね。杉の木でねできた素材なようです。これも多分スリコのね人気商品になるかなと思います。さっきのお弁当箱に合わせて購入したのがこちら、選んで楽しいケース付きお箸というものになります。同じようなカラーですね。ちょっとこっちの方が濃いカラーです。中にもねこういった木目の箸が入っています。この箸は竹でできた箸です。結構ツルツルした箸、小さめの箸なんで男性が使うのにはちょっと小さそうです。次がこちら、選んで楽しいクマランチボックスというものになっています。これ300円なんだ、500円商品だと思いました。こちらは食洗機、電子レンジ、冷凍庫が使用不可な商品になっています。ちょっと使いにくいなと思ったんですけれども、可愛いクマさんだったので購入しました。この上のねクマさんにはちゃんとこういったシリコンの蓋がついていますね。ちょっとクマの形だから取り外しがしにくいかも。で、2段になっているお弁当箱です。すごいしっかりめにね閉まります。留めるゴムがついてるのもまた便利ですよね。こういうのついてないお弁当箱もありますもんね。次がこちら、選んで楽しいあずま風袋ランチバッグというものになります。カラーは他にもあったんですけれど、私はこのカーキっぽいカラーを選びました。裏地が保冷保温ができるアルミ素材、汚れてもね拭き取りができそうなのもいいですね。で、中身が出ないようにこういったね紐もついています。女の子でも男の子でも使えそうなデザインです。次がこちら、選んで楽しい巾着ランチトートというものを買いました。こちらもね他のカラーありました。持ち手があってこう結べるね巾着のランチバッグになります。結構ねこれはたっぷり入るサイズですね。こ
ちらは保温保冷機能が嬉しい内側アルミコーティングになっていますね。中がアルミコーティングになっています。で、保冷剤を入れるこういったメッシュの内ポケットもついてました。これだったらね、ちっちゃめのお弁当箱とちっちゃい水筒が入りそうなサイズです。次はこちら、選んで楽しいアルミ付きランチクロスというものになります。くまさんのね、お弁当箱と合わせて使おうかなと思って購入しました。こちらは裏地がアルミコーティングになっていて、保冷保温効果があるものになっています。サイズが 46.5×46.5 の長方形サイズです。ブラウンがね、めちゃくちゃ可愛い感じです。こういった中がね、保冷保温機能のね、クロスって私見たことなかったです。めっちゃ便利ですね。で、キッチン用品は以上で、こちらワイヤレスステレオイヤホンでお値段が1500円になります。こちらは完全ワイヤレスで、有線で感じたタッチノイズやコードの絡まりがなく、快適に音楽が楽しめるものです。約7回分のケース充電が可能。充電ボックスにイヤホンを収納するだけの自動充電で、これをケースから取り出して、で、携帯でね、Bluetooth の画面を開くと、Air Music と出てくるので、それをね、選択したらすぐね、接続されます。おー、ちゃんと聞こえます。普通にね、音が悪いってこともなくて、全然使えます。連続再生は、5時間とね、ここに記載されています。落ちることもね、なさそうで使いやすそうです。こちらホワイト買ったんですけれども、ブラックもありました。これがね、快適に使えるんだったら、AirPods 買わなくてもいいですよね。ちょっとしばらく使ってみたいと思います。最後がアクセサリーです。まずはこちら、リーフ型エポレンピアスというものになります。こちらはピアスタイプなんですけれども、イヤリングタイプもありました。こういったピアス、丸っこいピアスをつけると顔が丸く見えたりとか、優しく見えたりする効果があるんですよね。だからこういうね、縦型の華奢なやつをつけると結構ね、すっきり見えるのかなと思います。だから逆に顔が細長いのが気になるとか、そういった方はね、丸っこいピアスつけるとちょっとね、優しくてか丸く見えるのかなと思います。ちょっとね、お手持ちのピアスでね、こう比べてみてください。どう見えるか。私それを聞いた時に、ああ確かにってすごいね、納得して、そっからは結構ね、こう長いものをね、選ぶことが多くなりました。こちらマーブルエポポニーというものですね。マーブル柄のヘアゴムです。このね、絶妙カラーがめちゃくちゃ可愛いです。スリコのね、こういうアクセサリー、くすみカラーで可愛いのめっちゃたくさんあるんですよね。これはね、シンプルなんで、ほんと日常的にね、使えそうです。次はこちら、ワイドマーブルリングというものになります。さっきのね、ゴムと似たようなくすみグリーンのマーブルリングになります。ちょっと指がね、ガサガサで太いから。爪と同じカラー、かわいい。アレンジリボンプリーツっていうもので、これはね、カラーグリーンです。他のカラーもありました。これはちょっとね、私多分自分で使えないので、セットをね、しに行く機会があるので、その時にセットしてまたね、動画で載せたいと思うので、こちらに関してはそれを楽しみにしていただけると嬉しいです。こんな感じで今回はスリコの新商品、購入品を紹介しました。いかがでしたでしょうか。最後までご視聴ありがとうございます。また次の動画で会いましょう。バイバーイ。